この間、あのー、NHK で、なんか収録あったじゃないですか。ありましたね。で、まあ、昼頃だったでしょ、あれが。うんうん、で、なんか、弁当なかったから。うんうん、そう。なんか、終わりでさ、お腹空いて、うんうん。で、梅雨までちょっと時間あるな、みたいな、仕事が、うんうん。空いてたから、じゃあもう、行っちゃおうかな、みたいな。行っちゃおうかな。あ,あの、食堂、ね。 うん。お<ー>あのー、NHK の。ああ<ー>うん。社食っていう社食。社食,食堂、うん、NHK のね。俺はね、好きなんだよね。<K> テレビ局とかさ、あ,<ー>あの、あと、どっかの会社の社食行くの。<laughs> うん。 好きなんだよね。わかるわかる。あの,あの雰囲気ね。そう。なんかあの、本出したとこの新庁舎の地下もね、うん、ああ、あるんだ。社食あって、そこもね、うま、ん、くて好きなんだよ、<ー>なんか。うん。なんか、外の店にない食べ物あるじゃん、うん、なんか。う,ん、うーん、うん、そうね。外の店の食べ物って、強いじゃん、なんか。わ <laughs> かる言ってもああ、わかる。うん、なんか、毎日食べるやつじゃないっしょ。うん、で、 体のこととかも、あんま考えてないもんじゃん。ああなんか、これを食べに行きたいって思わせるようなものを出してるでしょああああうん。でも、あの、まあ、外の食べ物は、そういうものか、うん、もしくは、体のこと考えすぎてるやつか、うん、どっちかしかないでしょ生き切っちゃってるだ、ちょっと。そう。ああうん。体のこと考えすぎてるやつってさ、うん 逆に毎日食べれなくないなんか。まあ、俺もそんな食ったことないけど、確かにね。これ食えんのかなと思うわ。皮肉だよね。体のこと考えすぎてるやつって、毎日食えないんだよね。食えてる人もいっぱいいるだろうけど。食堂は、なんかやんわり体のこと気にしてくれてんじゃん、どこも。まあ、そうなのかな。なんか会社がそういう方針なんじゃないかな。なのかなやっぱ社員にっていう。 一。花は、花がないよね。この食堂のメニューってそうそうそう。なんか強くないよね、こそれが良くないそうそう。落ち着くというかね。結構それ好きでさ。なんか外の店ではなんか食えないなと思って。なんかこう、会社にいる会社員のさ、感じを見ながら食べれるってのも俺好きなの。なんかその。皆さんこう食べてるからね。その、仕事の、あの、本当に昼休憩の。 間で来てて、仲間たちみたいなあの感じ。わかる。NHK の食堂はまた特にそれが強いよね。強いよね。そうそう。俺だってそれ普段見れないじゃん。会社員の感じ。見れないから。それ言ったりね。そういうのをこうなんか見ながら食べれたりするのもね、好きなんですけど。だから NHK のこの社食に行ったんですよね。もうあそこ広いじゃん。広い。広いんだよね。すごい。で、食券システム。うん で、入り口にこう、なんかショーケースで見本ずらーってこう並んでね。うん。そう。はいはい。で、種類も結構あるじゃないですか。うん。で、なんかもう見ててね。ちょっとこれにしようかな、みたいな。これもいいな、みたいな。迷んでるうん。やっぱ結構迷っちゃってね。うん。で、その間もなんか他の人が来てはね、あの、自販でこう食券をやっぱ買ってくるわけなんだけど。もう俺はもういいんだと。あの、時間があるから。うん。そうか。そう。迷ってもいいんだと。 迷って迷って、迷い抜いて、これだ決めてね。今の気分は完全にこれだと思って決めたんですよね。結果、和食 D にしてね。やっぱ和食 D でしょと思って。で、最後の最後までこう、俺は迷ったんだけどね。和食 C と思われたの。でも、今日はもうこれはもう違う。和食 D だと。 和食 D にしたんだよねうん今の感じは和食 D そうでよしとで食券のあの券売機ってねでお金入れて和食 D 和食 D 押したんですよねうんなん？でもちょっと待てよと俺ちょっと今腹ペコで和食 D だけで足りるかってあっさりめなのかうん男だとやっぱ ちょっとだけ少ないんだよな。和食 D って。うん。魚かなうん。でもね、あの、NHK のやっぱ食堂はいいんだよね、またこれが。うん。そういうとこにもやっぱ手が届くといああ、はあはあはあ。ちょっとまあじゃあ。足りない人に。ちょっとばー、リッチに。おこれも言っておきますか。うん。うん。副菜 A ね。副菜 A。副菜 A。副菜 A ね。ちょうどいいんだやっぱ副菜 A が。わかんないな。 和食 D と副菜 A で、これもちょっとちょうどいい量だっていうことでね。で、食堂入ってね、うん、あの、和食のところに行って、和食 D の食券を出すんだやっぱりね、うんうん。で、す,すぐできんの、和食 D は。すぐできんのすぐできんの、やっぱりね、えー。はい、和食 D って言われてうん<ー>、おばちゃんにね。うまそう、やっぱり、うん。日本のやっぱ和食 D より、うん、 やっぱこう実際来た和食 D のなななところで何を、ねうん、入ってるので副菜 A もね、うん、もらって何副菜 A って、うん、で席までこう持ってってね、うん、水もこうやって取ってね、うんうん、で和食 D を食べたんだけど、うん、うまかったああまあそれうはう味はね<ー> NHK のやっぱ食堂やっぱさすがだとうん やっぱ外の店で食べる和食 D より全然うまいな。うん。外にもあるのそう。ほか他の店の和食 D より全然うまい。和食 D ってあんま聞かないけど、外で。これはちょっといいね。つって酸味が効いててな。酸味うん。いい和食 D だな酸味うん。で、副菜 A もね、すすって。すすってるまずくかこれでね、あの、これも、やっぱ、 副菜 A も、副菜。こうう、まいなぁ、なんつってね。そう、いいですね、なんつって。で、和食 D をね、こう、副菜 A で流し込むというかね、このね。和食 D を副菜 A で、な、汁んか汁んでもないから。これはちょっと正解だわと思って。次来たらまた絶対和食 D 頼もうと思ってね。 むしろこう、味覚えとけば、うん、これいけんじゃないの家でも作れっかな和食 D。結構簡単なあれなの、うん、いや、ちょっと今度和食 D 作ってみようと思って、ね。和食 D? うん。<laughs> 丸ごとその。<laughs> こ,これをじゃなくてでどっちも,うもペロ、ペロリやペロリ。これはもう、和食 D、ね、木菜へも大満足。うんうん うまかったわ、和食 D ね。うん。うん。だから今、本当と来るんだから、飯テロになっちゃうかもしれない。今聞いてる方も、あ、うちも明日和食 D にしようって。ならないよ。全然。リスナーもるい。るかもしなないよね。ならない。うん。やっぱね、あのやっぱこのね、和食 D、で、ちょっと気になってる方もいると思うんですけど。で、みんな気になってるうん。これな、なんだと思いますか、この和食 D。えうん。っておっしゃってましたよね、だって。ん 酢うん。酢が効いててって。まあそうね。酸味ね。あ、酸味ね。うん、ええー、いや、でも和食 D、ね。酢豚じゃないしな、和食じゃないもんな。うん、え、あ、味、味、何、味の南蛮とか。南蛮漬け。南蛮漬け的な。澤部さん、これ和食 D は。うん すぶたすぶた和食じゃないじんむずっ ?NHK の、はいジャンル分けガバガバなんです。そんなことされたらもうわかんない。えうすぶたなん和食 D? 副菜 A は、生姜汁なんです。生姜汁聞いたことない汁。それで流し込んでたん聞いたことない汁で何それ NHK の、この、食のジャンル分け。めちゃくちゃですね。麺類のとこで、麺出てこない可能性あるじゃないありますんで。ええ今度からちょっと気をつけてください。行くときは、NHK の食のジャンル行くときは、ちゃんと見て、なんかその、ショーケースをちゃんと見て、決めてかないと危ないね。 この後深夜3時ぐらいになります衝撃だった定食頼んだことないわ NHK でマジで何食ってんの海鮮丼かラーメンいや意味はかんまり食堂のラーメン食う意味分からなすぎる食堂のラーメン NHK の食堂ラーメンが有名なんだよねそうなたけしさんが食うっつってたけしさんが食うからそうたけしさんが食うんだっつってみんな最初頼むんだよね でなんか俺も先輩芸人さんに連れて帰ってラーメン買って海鮮丼もなんかチケットくれるじゃんああたまにそのなんかタダでというか何でも好きなの食べていいですよみたいな NHK の埋設とかやった時にね、うん、若い時、うん、それでやっぱもうみんな高い海鮮丼を食べるみたいなんみんな芸人が海鮮丼食ってるからみたいなのがなんかあったんだよ海鮮丼食っちゃったらさ、うん、一緒じゃん食堂に行ってるみたいな <laughs> いや確かに。外のこのメニューと。俺はもう本当に定食の、定食優しいやつにしたいの <laughs> ああ、なるほどね。酢豚定食は強めだけどね。まあまあ。強いけどね。<ー>でも本当にだから、病院の飯みたいなのもいい <laughs> <laughs> 落ち着いたこの冷、ね、たやつって。うん、外ではあんまり食べれないやつをというね。気をつけてくださいね。HK 食堂行く方はね。ねということで、す、え、べ、ー、てのあて先は h t m a c t b s c o j 先週、岩井が NHK の食堂で和食 D を食べたっていうね、話を。和食 D を食べたんですよ。てましたね。和食 D が何だったんでしたっけ和食 D は酢豚なんでなんでだよっていう。ジャンル分けがもうめちゃくちゃなんだよね。NHK の食堂。そんな話をしたら、リスナーからも NHK の食堂について情報が。NHK の食堂についての情報来るんですよ。やっぱり何でも知ってますから、リスナーは。千葉県ラジオネーム、エアコン名人。 先週岩井さんが NHK の、NHK の社員食堂は食のジャンル分けがおかしいと話をされていたのを聞いて、調べてみたところ、うん、食べログに NHK の社員食堂で食事をした人の口コミがありました。食べログそれによると、その日は洋食 D が、うん、鶏肉の唐揚げ、わさびソースが定食だったう和食だろ。<laughs> 譲ってから揚げを養殖とするのはいいとして、うん、わさびソースは和食感が強いと思うので、うん、和食 D の方が良かったのではないでしょうか。うん、私ができるのはここまでです。誰かこの真相を解き明かしてください。わ、うん、かんないんだよな。でこれ次が次すごいですわ。から揚げラジオネーム明太オレンジ。私は NHK 関係者です。え、すごはい。 NHK の社食のジャンル分けは和食、うん、洋食、麺の3種類です。うん、岩井さんが召し上がった和食 D が酢豚であったように、油淋鶏や麻婆豆腐も和食に分類されて <laughs> 中華も入っちゃってね。しかし、なぜだか、韓国料理にあたるタッカルビ風チキンやチゲ豆腐は洋食です。これは謎が深まってしまいました。ジャンル分けとは一体何なのでしょうかという答え。わけ分から出ません、これは。まあ、ちょっと NHK 行く機会があればね。